バッグどこ置いたっけ。あった。あれ？皆さん読んでますよ。おーい山田くんここにいます。まだちょっと待ってくださいね。実はここで発表があるって言ったじゃないですか。それのですね準備を今しております。よいしょ。ちょっと待って。なんだと思う？なんだと思う？言ってみて。なんだと思いますか？何の発表だと思うんですか？うざい。うざい視聴者。あ、じゃない、しかし。何の発表だと思いますか？事務所移籍、あ、そんな大きいものじゃないです、すみませんね。なんだと思う？ちなみにいますわ、正解者がいて焦りますわ。じゃあそろそろ出ますね。あと2分待とうかな。おいしょ。IGTV 見てありがとうございます。初めて IGTV を投稿したんですけど、結構動画編集3時間ぐらいかかって、あれ割と頑張りました。ノイピー、なんだと思いますか？35分になったら出ようかな。もうね、口内がひどくて、今ちょっと喋り方が本当に変になっちゃってるんですけど、そう、エモかったって、嬉しい。本当に頑張ったんです、編集。自分で言うけど自分で言うけど、めっちゃ編集頑張りました。ちょっと動いたらね、音が出ちゃうんです。ちょっと待って。よいしょ。よし、じゃあそろそろ出ますね。え、ドキドキする。じゃあ出まーす。はい、いきますよ。3、2、1。ひょ、じゃーん。じゃーん。実はこれだけなんですけど、 X をつけました。X 停止でロングになったの。本当にこれだけなんですけど。どうでしょう、似合いますか？これだけです、ごめんなさい。だからなんかすごいね、恥ずかしかった。今巻いてみ、見たんですけど、恥ずかしかったの、めっちゃ。なんかすごい大げさに大げさに言っちゃったから。すいません。そう、X手をつけてちょっと可愛くなりました。割と自分で似合ってると思っちゃってるんですけど、似合いますでしょうか。可愛い、ありがとう。ちょっとね、やっぱ毛量が多いので、元の耳かけないとちょっとやっぱり毛量が気になるんですけど、あー、ありがとう。どう？ちょっと温度下げます。そうだから、ポニーテールもできます。ほら、
ロングに戻ったよロングに戻ったよ。マジで可愛い？マジで可愛いですか？めっちゃ似合ってる、嬉しい。そうなんです、実は本当に今日はこの配信でこれとあともう一個またお知らせがあるんですけど、こんなもんで、でも4つぐらい、4つほど皆さんが喜んでくれるものがあると言ったじゃないですか。実はその動画とこれが一つのセットとして、その4つの中の一つとして含まれてます。だから今日は一つ目を公開したって感じで、 X でつけてロングになった山田の絵と IGTV の動画を自分で作ってみたよっていうのがファンの人への一つ目のお知らせになります。嬉しい。髪色もちょっと暗くしました。似合いますか？ありがとうございます。 IGTV は良かった、うわ嬉しい。あれもちょっとね頑張って編集もしたので、また Twitter とかにもいろいろオフ動画っていうか、まだ編集されてない動画も載っけたりもしようかなと思います。ちょっとマジで言う、嬉しい。本当に似合う？ほらこうやってできるんだよもうこれは似合わないですけど、嬉しい。似合いますか？ロング、わかる、短いのに見慣れちゃったよね、もう2年もやってたから。今日はちょっとあのね、本当はもうちょっとその前に乗っけようと思ってたんです、 IGTV も。だけどそのスタッフさんに許可を得るのが2週間ほどかかってしまいまして、そうなんです、だからちょっと遅くなってしまったんですけど、まあお盆のうちには皆さんが SNS たくさん見てるだろうなっていう間にちょっと投稿したくて、すごいせかしちゃいましたスタッフさんめっちゃせかした。そう、それでやっと投稿できるようになりましたとのことで、 IGTV と。そう、実はねこの X でつけたのも本当は1周年記念でみんなに見せようと思ったんですけど、さすがにその SNS とかでも自撮りをメールでね送ったりする中、自分はなんかもう今の写真のように今の自分ではない写真を載せるのは最低だと思って、もうダメだよと思って今日言うことにしました。可愛い？似合う？嬉しい、その言葉が聞きたくてね。そう、ほんとルンルンでした。もう何日か経ったんですか、実は何日か経ってやっと発表できるので、あのこれからロングの写真もちょっとずつ SNS に載っけようかなと思います。そうだから、みんなのそのみんなね夏バテしてると思うので、夏バテにいいお薬ということで嬉しい、めっちゃ好評じゃん。あのね、実は私的にもマジで可愛いなと思ってるんですよ。そうなんかね、私自身が可愛いっていうよりかは黒髪ロングっていうもう可愛いの象徴にを自分に当てはめられたことがすごく嬉しくて、でもやっぱ結構エクステなので毛量がすごいんですよ。ほらこことかノエの毛だし、あれこれは違う毛、これは私の毛です。そうそうなんですけど、素敵な感じにしてもらって嬉しいです。これはねおげに紹介してもらった本間さんにひなたじゃないですよ、本間さんにやっていただいたので、ぜひぜひファンの皆さんは本間、ちょっと読めないな、本間さんです、本間さんにやってもらったので、本間さんにありがとうのメッセージを送ってあげてください。すごく仲いいので、そうなんです、実はありがとうのメッセージを送ってあげてください。こんなにノエピを可愛く見してくれてありがとうございますと言ってくださいねたくさん言ってくださいねロングもいいね、ありがとう。なんか発表あると聞いてやってきました、すみません、あの私がロングヘアになったよっていうだけの
配信です。可愛くなりましたか？イエイイエイイエイ。最近山田は女だみたいに言われるんですけど、もともと性別的には女なので、そう忘れないでいただきたい。重大発表、これで2つでいいんですか？逆にちょっと動画では弱いかな、エクステも1個じゃ弱いかなと思って同じ日にしたんですけど。え、もうさ、ポニーテールできるのがマジで嬉しいんだよね。ほら、あとなんか巻き髪とかもしてみたかったから嬉しい。私がロングの時は巻き髪あんましてなくて、そう、あと3つもあるの、だんだん嬉しいかもしれないだんだん嬉しくなってくのがもっと大きいかもしれないです。楽しみにしててね。もう本当にショールームできなかったからさ、この期間ずっといろいろまだ準備してることがあって、もう最近は本当口内炎ができるぐらいちょっと頑張ってるので、楽しみにしてほしいなって思いますそうなんです。じゃあね、実はちょっと今日はもう一個発表というか、これは告知になるのかな。あるんですけど、それはじゃあ9時45分にやっていきたいなと思います。これはなんか告知です、全然発表とかじゃないんですけど、普通に告知45分に告知をしますっていう話です。言うてあと1分、そうですね、確かに。ヌーピー隊会えないからさ、すごい試行錯誤しようと思う夏だったんですけど、今回今年はどうでしょうか。一発目綺麗に決まってますか？滑ってない？待って、ほんと可愛いだって、嬉しい、可愛い、ありがとう。グラビア違いますよ。じゃあそろそろかな。そう、前髪もちょっとパッツンしまって、エクステは本間さんにやってもらったんですけど、カラーはいつものごとく渡辺さんにやっていただきました。だから皆さん、渡辺さんと本間さんにこんなに可愛くしてくれてありがとうって伝えてください。絶対約束ですよ。じゃあ電話をかけています。45分になったので、かけております。お疲れに入った、あ、違います、もう事務所移籍とか全くないんで、ごめんなさい。逆に、もしもし、いい？私も配信中です、はい。え、画面のみんなに言った？誰と電話するとか、誰と電話しますとか言った？はい、私も言ってないのでじゃあちょっと誰だと思いますか、皆さん、そっちも聞いてあー、やったということで、今電話してるのは加藤みなみと電話しております加藤みなみと電話しております。じゃあスピーカーにしていい？あ、ほんと？はい、もしまーし、もしまーし。ということで皆さん、どもどもー。え、そうそう、で聞いて、エクステつけたの、はい、今日初めて言ったの。え、本当に？そう、実は私もうね、つけてね、なんだろう、もう直後にね、写真をくれてきたの。そうなんです。そう、なんかね、でもめっちゃ似合ってるよね。わかる、めっちゃ似合ってるよねもうね、馴染んでてウケる。そうなんですよ、みんなにももうね、自分で似合ってねって動画送ったぐらいめっちゃ気に入ってんのめっちゃ気に入ってんの、これマジでじゃあそんな私たち、なんで今電話してるんですか、加藤さん。え、なんで電話してきたのすごい演技力、すっごということで、実は ね、お知らせがあるんだよね。普通にお知らせだよ、ちょっと待ってくださいね。めっちゃ雨降ってきたんだけど、うん、はい、ということで皆さん、何だと思いますでしょうか。え、
違うの？え、何？え、待って、私が分かんないんだけど私が分かんないんだけど、何？私 LINE してますからね、あなたに。あ、はいはいはい私あなたに LINE してますよ、読んでますか？うん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 、はい、あー、オッケーオッケー、オッケー、はい、じゃあ22時15分、45分でしょうか。うっそ、え、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってえ、でもさ、明日何時だっけ、もうないんだっけそういうの。じゃあ今日と同じ時間にする？9時30分。あ、それでもいい。うん、じゃあそうしよう。いいよ。じゃあ明日9時30分にですね、はい、本当に告知なんですよこれは。これガチ告知、ガチ告知、全然もうみんなが嬉しいとかじゃないかもしれないですけど、嬉しさ何もない。そうなんです、まあ、でもあるかもね、確かに、うん、あれ、コメント欄では皆の湯公園っていうコメントも来ましたごめんなさい、実は今回は違いまして、違いますね、明日の21時30分から、うん、みなのえコラボ配信しまーす。イエーイ。本当にコラボ配信ってさ、そうなんです。あのイベントぶりだね。シャーベットピンクのさ。確かに私たちは二人でやってないけどね。そうそうそう。初めてだよね。うん。なのでみなのえはいコラボ配信は初めてでーす。初めてです。ちょっと戸惑うかもしれない。こないだできなかったからさ。いや、そうなんだ。どうやってやるのか分かんないから一緒にやろうじゃんということで皆さん明日9時30分からそう、キャッと同じだね、今の時間帯、うん、うんうん、30分程度なんですけど皆の配信をしようと思っております。はいはい、皆さんを楽しみにしててくださいね、楽しみに、楽しみだね、ね、何話すんだろうね、うちら、それで、ね、何話すんだろうね、ね、言えないけどね。そう、じゃあ台本ちゃんと組んできますので。そうね、今日寝ずに頑張って徹夜で。あ、お願いしますね、お願いしますからね。いや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 、じゃあ、まあ、とりあえず明日の告知ができたので、うん、はい、明日配信を、あ、見に来てくれるかな こんなグダグダ配信は嫌だ、明日はちゃんと考えてきます。そうね、あ、みんな優しい、いいともだって、お、いいとも、ありがとう優しい、ということで、うん、じゃあまた明日ね、うん、じゃあまた明日ね、うん、ね、はい、じゃあね、じゃあね、バイ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 こんな感じです、いつももうすぐぶっちぎりみたいな感じそう、ということですぐぶっちぎりみたいな、うん、じゃあねーで終わっちゃうんですけど、いつも9時半からみなのえ配信を、コラボ配信をしたいと思いまーす。ごめんね、逆になんかみなのえ公演とかではなくて、わー嬉しい、みんな楽しみにしていてほしいなと思います。その中で何を話すのかはもう、まあ、大体はちょっと決まってる部分もあるんですけど、またみんなが楽しんでくれるような配信をしたいと思うので、ぜひ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 、発表まだ一つ残ってるんだよね、発表は三つありますが、本当に近々またもう三つのうちの一個がされるかもしれませんので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。ないじゃない、地毛どこら辺まで、え、もうほんとマジで、もうほら、これです、地毛がこれ
でもめっちゃ馴染んでない？すごない？本間さんにやっていただきました。これ何回も言っちゃう、なんかもう感動しすぎて、え、本当にみんなにありがとうって送って、私がありがとうって言ってももう足りないぐらい足りないぐらい素敵にしていただいたので、ロングたまらんな。うん、またポニーテールができますからね、みんなの大好きな。次はもうさ、ほら巻きポニーができるので、インスタとかもだんちょっとずつロングの写真を載っけていくので。でもね、エクステの期間結構私的に短くて、短くなっちゃうんですよ、撮影があって合わせなきゃいけないので。だから本当に期間限定みたいな感じになるんですけど、見て、ここは跳ねちゃう、自分の毛だから。ちょっとでも皆さん、これもねイメチェンしたんです、みんながショートのノイピに飽きないようにもう全部さ、なんか自分がやりたいやつもやるけど、みんなが飽きないように頑張りますので飽きないでくださいということで、まあね、もうちょっとあるので、じゃあ何話そうかな、何か聞きたいことがある人。なんかエクステをつけたっていうのが、あと暗、また暗くしたじゃないですか、暗髪ロングでだんだん茶色く明るくなっていくと思うので、割と楽しみなところではあるね。チキン、これじゃあ自撮りもこうやってやったら後で SNS 載せますので、全部ちゃんとチェックしてください、ぜひ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 。眉毛変えた、いやちょっと眉毛見ないで、今日濃くなっちゃったんだ今日濃くなっちゃったので、しかもなんかいつも使ってたやつがなくなっちゃって。本日のスクショタイム、え、スクショタイム欲しい、ここ何日か見れるよ、だってノイピのロング、エクステがね、ほら見えるかな、見えないか、これですか、エクステって痛いの、痛くないです。あ、でもなんかやっぱシャンプーとかしてるときは引っ張られてる感じがするか、光が飛んじゃう。セクシーですかむずいよ、暑い、でもやっぱ暑い。あとね、髪の毛乾かすのに1時間かかる、アイロンするのにも1時間かかる、ビビるビビる、マジ暑いな、1時間かかるんです。毛量多く見える、毛量多いんですわ、これはもう本当にリアルに、こうやってやってた方がいい、出てる、はい、はい、なんか夏にエクステやめなよって言われたんですけど、結構相談した時、なんか夏にポニーテールがしたくてエクステしたかったので。よく黙ってたと思うよ、7月ずっとショールームもしてて、本当は7月中にやろうと思ったんですけど、そう、シャーベットピンクの発売とかがあったのでやめて、この時期になりました。涼しいところにドライブ行かない、んー、ドライブ大好き、ドライブ行きたい本当に。あの海沿いを爆音のケツメイシ流して、君のテレテレテン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 、あ、違う、歌詞が出てこない二人寄り添って、あ、マジ忘れちゃった、
二人寄り添ってドライビング、あの海までって歌いながら、もうバカねってやりながらドライブしたい、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 ドライブしたい。最近運転してないよね。なんでわかんの、最近全然運転してない、やばい。似合いますか。みんなスクショして、めっちゃ拡散して。あ、そうだ、言うの焦ってた。ですね、8月のノイピー隊の目標をちょっと明確にしようと思っていたのですが、私7月はちょっと毎日配信がしたいということでやってたんですけど、ちょっと最後らへんはね全然できなくなっちゃって、あのまあちょっとできなかった、ごめんなさい。なんですけど、8月はそのなんか7月はそのショールームをやってって、毎回そのツイートしてくださいとかいう目標があったじゃないですか。でですね、8月はですね、私的にはまあ今準備してるものがあるので、そっちを詰めてみんなにいち早くお知らせできるように頑張りたいなっていうのがあるんですけど、ノエピー隊の目標はですね、 SNS を頑張る、とにかく。まあね、会えない時間がすごく長いので、ちょっとあれなんですけど、私も SNS 積極的に載せていきたいので、動画とかだったりとかも載せていきたいので、まあ今はねちょっとわからないんですけど、その TikTok であったりとか、今ちょっともううんって感じなんですけどね。あとは Twitter もそうなんですけど、Instagram でタグ付けしてくれたりとか、あとはちょっと短い15秒ぐらいの動画を作れるので、今リールっていう新しいそのなんていうんですか、コンテンツが増えて、なのでインスタグラムのリールとか、インスタグラムタグ付け投稿とかをぜひぜひ頑張ってほしいなって、頑張ってほしいっていうか、ノイピーをたくさん拡散してほしいなと思います。毎日とは言わないんですけど、まあ毎日頑張ってほしいのと、やっぱ動画系ですね。すごくその TikTok で編集した動画を Twitter に載っけてくれたりとか、インスタで載っけてくれたりとか、そういうのをリールでやってほしいなって思うし、みたいな。そうなんです。なのでぜひぜひ TikTok、Instagram、Twitter もノイピーのお力、ノイピーにお力添えを願いたいなと思います。8月はね、本当はねこの前の配信で言おうと思ってたんですけど、ちょっとなかなか言葉が出てこなくて、で見ました。ということで10時になったので、そろそろおいとま、あ、おいとま、失礼いたしやす。ありがとうございました。ロングノイピー、インスタも載っけるからね。じゃあバイバイ、いきますよ、3、2、1。